はい、皆さんこんにちは、田野治です。私はですね、今チャムチュリースクエアというところね、これ見えてますけども、ここですね、これです。見えてますけども、ここにね、ちょっと用事がありまして、これからね入っていきますんで、そのまんまカメラ回していきたいと思います。まあどういうところかね、ご覧いただく、ここはサムヤンテ駅なんですけど、地下鉄の、すぐそばです。まあこれでね、そのまんまちょっと入っていきたいと思います。まあこういう行き方すればいいんだっていう、まあ参考になれば幸いです。まあタクシーなんかね、来られる方はこういうとこ、ここで、前タクシーいますけど、こういうところで降りればすぐね、行けますけれども、これから、まあ私、まあ車、まあ運転してますんで、そのまんま行きたいと思います。はい、こう左折ですね、チャムチュリースクエアって看板が見えるかと思います。はい、で、私ね、何を、するかと言いますと、今ね、ここの中にビザのね、ワンストップサービスセンターっていうのがありまして、ちょっとそこにね、用事がありまして、このまんま、行きたいと思います。はい、駐車場入りました。まあ、なんて言いますか、タイもね、機械化されてきましたね。今も駐車券機械で取ったんですけど、なかなか、なんていうか、昔はね、人がね、くれたりしてたんですけど、今機械もね、増えてきましたね。これ何回行けばいいんだろうな。確かこの2階3階で、確かここの、ここは住民の方もいらっしゃるんですよね。だから確かダメなんじゃないかとは思うんですけども、あれ空いてるな。いや、ここら辺止めちゃいます。これいいんかな。大丈夫みたいですね。はい、止めちゃいます。はい、そういうわけでね、結構こう混んでて、ぐる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 上に上がっていかなきゃいけないかと思ったんですけど、そんなこともないみたいなんで、ここで止めちゃいたいと思います。止めちゃって、まあ、あと動画もね、切りたいと思います。すいません、中途半端な動画になりました。それではご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。